こんな夜中にピザ食ったねって。いいじゃん、ピザ。この間さ、ピザをさ、おかゆ先輩と食べて、僕初めてピザの上にさ、パイナップルが乗ってるやつをさ、あ、ちょっとこっちそれるよか。パイナップルが乗ってるやつをさ、食べたんだけどさ、なんか別に普通に美味しかったな。イメージは、なんか給食とかでさ、なんかサラダにパイナップルとかが入ってることが前あったんだけど、それとかあんま好きじゃなかったんだけど、なんか全然、ピザパイナップル、ああ、戦争だよ。あれ？もしやこれってまずい話題でした？もうまずい話題でした？会長は食えない。あれ？ここダメなの？おかゆ先輩と二人でさ、食べたからさ、もうわかんないよ。なんか、かなたんはピザに、パイナップル乗ってるのって平気って言われてさ、平気かどうかわかんねえなーって。平気かどうかわからんなと思って、でもおかゆ先輩は好きなら全然頼んでみましょうって言って、いいですって、いいですよって頼んだら、普通に食べれたけど。じゃあ敵だね。あれ、みんなもしかしてパイナップル乗ってほしくないタイプ？もしかしてさ、甘いのとさ、なんかチーズとか一緒にしてほしくないタイプ？マックグリドルはあんまりタイプ？そういう感じ？マックグリドル大好き。待って、何が起きている？何が起きている？大火事ですけど。大火事ですよ、ここ。